シャルンホルスト級戦艦は1935年のベルサイユ条約の軍事条項破棄後に建造されたドイツ海軍の戦艦。シャルンホルスト及びグナイゼナウの2隻が建造され、いずれも1935年に起港、翌1936年に浸水した。一般的には浸水順に従ってシャルンホルスト級と呼称されるが、起航日、収益日経に、 グナイゼナウの方が先であったことから、グナイゼナウ級と称される場合もある。ナチス政府は、本級を戦艦と号していたが、ワシントン海軍軍縮条約及び、ロンドン海軍軍縮条約では全く戦艦の基準を満たしておらず、現在でも本級は、巡洋戦艦と言及される。シャルンホルスト級の艦首については、戦艦とする文献と巡洋戦艦。 とする文献のそれぞれが多数ある。1943、44のジェーン海軍年間では、バトルシップ都市、複方15センチメートル砲8門の使用により、装甲艦 D よび装甲艦 E として1934年1月25日に発注され、同年2月14日に、ビルヘルムスハーフェン海軍交渉及びキールのドイチェベルケ造船所に適行した。 しかしその間に、三連装砲塔を三基備えるさらに大型化された設計案をアドルフ・ヒトラーが承認したことから、早くも7月5日に、これらの建造は取り消された。1935年のベルサイユ条約の破棄を受け、両艦の計画は、基準排水量26,600トン、速力30ノットの中型戦艦として、再開始された。 手砲頭数は3基となり、旧計画より攻撃力が向上し、ドイッチェランド級3番艦まで採用されていた、ディーゼル機関は信頼性と高速発揮に不安がある、ために搭載を見送り、全対戦時からの技術的蓄積がある、重油戦勝高圧艦と蒸気タービン機関の組み合わせに変更された。戦体の基本構造は、設計機関短縮のために第一次世界大戦時に、 設計された、巡洋戦艦マッ末剣全級の設計を一部流用。しかし、ドイッチラント級で採用された、原則、艦底部の三重構造や巧妙な機関配置は、継承されず対艦防御、水雷防御を、結果的に低下させた。本級の武装と装甲を示した、図春工事のシャルンホールストは前級と、同じく艦首形状がほぼ垂直に近いもので、しのげなみ成に問題があり、 う指示に高速航行を行った時には、艦首で砕けた波のしぶきが、全部手砲塔は、愚か環境に飛び散り漏水による障害が出たため、大やけ試み後に再びドック入りして、艦首を強く傾斜させた、アトランティックバウへ回収され観光した。この時、建造途中であったグナイゼナウは解説系を実施した、ため観光は、グナイゼナウの方が早かった。この回収により、 管の全長は元設計よりも若干延長された。だが、両派性は改善されたとは言えず、今度は、秒差穴に波が吹き込んで甲板から、噴水のように海水が飛び出し手法等や環境に吹きかかる問題が発生したため、秒差穴は塞がれて管主にフェアリーダーが付けられた。しかし、この度々の紹介層でも、完全にしのげ波性の問題は解決せず、 一番手法等まで波が飛んで手法等装備の即居技が使用不能となるなどトラブルは慢性的なものとなった。現代も残るグナイゼナウの手法等。当初、本級の手法は全級に引き続き SKC28928 年型28センチメートル砲を3連装砲等に収めて3機9門搭載するはずであったが、設計途中に ダンケルク級の原則防御は12インチとの情報が入ったため、既存の28センチメートル砲では攻撃力不足と判断され、急遽38センチメートル連装砲を3機搭載に設計が変更された。しかし、38センチメートル砲の開発には時間がかかることが予測され、かつ本級の竣工時には方針の調達が間に合わず、戦力的価値が皆無となる恐れがあった。 幸い、後になって、ダンケルク級の減速走行が、実は10インチ以下との情報を入手できたこともあり、手法には再び28センチメートル砲搭載に、戻した。だが、この間に、大砲製造技術が発達したことにより、全球の、手法の改良型で長方心となった、1934年型28センチメートル砲、が開発され、これを搭載する設計に改められた。 本級の竣行後に 38cm 砲の開発ができたら檻を見て手法等ごと完走する予定であったが結局果たされることはなかった。1934年型 28cm 砲の性能は全球の 300kg から重量段化された重量 315kg の鉄鋼弾を最大行角40度で4万 m まで届かせる能力を持っていた。 手法神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。不要能力は、行革は40度で統一されたが深くは、監守側の1番2番手砲塔が8度、監備側の3番手砲塔の未急度で異なっていた。旋回角度は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。 発射速度は全球の毎分2.5発から3.5発と発射間隔が短くなっていた。包囲力では射程2万メートルで減速走行225ミリメートルを射程15100メートルで減速走行335ミリメートルをたやすく貫通する性能を持っており、イギリス海軍の巡洋船関連な運休に対し射程2万メートルで 原則走行を破ることができ、クイーンエリザベス級戦艦やリベンジ級戦艦に対しても射程1万5五千メートル以下まで接近すれば、原則走行を破る能力を持っていた。現代も残る、グナイゼナウの副砲塔。副砲配置は D 級装甲艦時はドイッチュラント級装甲艦と同じ、SKC28928 年型15センチメートル速射砲。 を採用。その性能は4 5 3キログラムの砲弾を、初速875メートル毎秒で、行角35度で22000メートルまで届く、ものであった。これを単素砲画で8門の設計であったが、シャルンホルスト級への設計段階で、複砲門数を5割増しの12門とし、うち8門を新設計の連装砲塔に収めて4機と、 単素法がで4機の変速配置と変更された。複法配置は、連層法等は、環境の左右に、連装砲塔を1機ずつとカタパルトの左右に1機ずつの、計4機。単素法は、船体中央部の原則甲板上に、背中合わせに、片面2機ずつの、計4機とした。この配置方式により、前後方向に最大4問、左右方向に、最大6問が試行できた。 しかし、この連想砲塔と単装砲が混在する得意な配置のため、発射速度や高点下での操作性に際が生じたようで成功した配置とは言えず、後のビスマルク級戦艦では全て連想砲塔形式で6機に統一された。他に、対空用として1933年型10.5センチメートル広角砲を装備した。 これは1 5 8キログラムの砲弾を行角45度で1万7 7 0 0ル、最大行角80度で1 2 5 0 0ルの高度まで到達させた。旋回と不行の動力は電動と人力で行われ、左右方向に360度旋回でき、不行は行角80度、深く10度であった。発射速度は毎分15から18発だった。これを 連装砲形式に収め、戦隊中央部煙突の両脇の高所に3機ずつ、3番手砲塔の背後に1機の計7機装備した。また、近接対空火器として、3.7センチメートル広角砲を連装砲がで8機、2センチメートル高射機関砲を連装砲がで5機搭載した。その他の装備として、ベルリン作戦前に、 軽巡から下ろした53.3立方センチメートル連装水上魚雷発射管を装備している。位置は水上機用集クレーンの下部、両弦に1機ずつ、計2機である。本級の機関配置は、基本的には第一次世界大戦時の巡洋戦艦と同様に、機関室前方に、ボイラー室、後部に、タービン室を収める、全艦全機配置方式である。だが、 その中身は、全大戦時より大きく進歩している。ドイツの船舶用機関技術は、第一次世界大戦前までは連合国の後人を排していたが、第一次世界大戦後の苦しい開発状況の中から、高温高圧管と高性能タービン機関を急速に開発していた。作動蒸気の高温、高圧化は燃料消費率の減少と機関重量の軽減につながるが、 反面として、機関の信頼性低下につながる。しかし、ドイツは、全社の利点を重視して、開発を進めた。そのかいあって、新開発されたのが本級から採用された、ワグナー式重油戦車高圧管である。その蒸気条件は50気圧、450度もの蒸気を、使用できる、高性能ボイラーである。搭載方法は、電の字型に4機1組として、 全部と中央部に一組ずつ、計八機、閉鎖角を隔てて後部に一組四機の順で、計十二機を配置した。また、ボイラー室の周りを囲むように発電機室と補助、機関室が配置され、被弾時には、主ボイラーを守る設計であった。そのボイラー室の後部にギアードタービン三機を収めたが、機関室は三列に分けることはできず、前後に大きくに分割されて設置されている。 前側は、左舷側タービンと右舷側タービンを中央各壁で隔てて、計2機を配置、各壁を隔てて、後ろ側に中央軸用タービンを1機配置した。3本のタービン軸は、船体最後部で3つのスクリューが横1列に並ぶようにされており、この形式は後継であるビスマルク級にも受け継がれている。なお、タービン形式はシャルンホールストが、ブラウン・ボベリー式。 フナイゼノウはゲルマニア式で異なっていた。本級の防御要求性能は33センチメートル砲弾に対し距離1万5000メートルから2万メートルで耐えうるものを目標として防御装甲は水線面より上の狭い範囲のみ350ミリメートルの装甲板を張り水線面下部は170ミ、mm、リメートルにテーパーしていたが主装甲の範囲は 上下幅が短く、減速防御の大部分を覆うのは、わずか 45mm でしかない装甲板で、巡洋艦は愚かを大型駆逐艦の手法に対しても、十分な防御力とは言えなかった。また、耐水雷防御は、末剣全級の時代には、石炭庫が、水密区画において、浸水を防御する、充填材の役目を果たしていたが、重油を使用する、近代戦艦ではその手は使えず、 間隔の開いた2層の水密区画の背後に 45mm 走行を、艦底面まで伸ばして妥協していた。防御面においては、主原則走行 350mm は、船体の前後の長大な範囲を追い、ダンケルクの 33cm 砲に対して 23000m まで接近させなければ耐えるもので、要求性能を満たしており、 格上のフットやレナウン級の搭載する38.1センチメートル砲に対しても17,700メートルまで接近されなければ耐えられる優秀なものであった。しかし、前述の通り主装甲体の上下幅は短く、砲線距離の短い前代戦時の戦闘ならば、有効な防御性能を示したであろうが、砲線距離が延伸した第二次大戦形の戦闘では、敵の砲弾は、 ドイツ海軍の想定する主装甲体よりも高所に被弾する傾向にあった。この場合、弱体な 45mm 減速装甲体に砲弾が降り注ぐことにより大損害を実戦で負っている。ここからわかるように、本級の防御は第一次世界大戦型の防御様式からさほど進化しておらず、水平防御は原案よりは若干強化はされているものの、 大光警報による大落下核砲弾、もしくは航空からの水平爆撃には十分ではなく、水中弾や大型魚雷への防御は考えられていなかった。ちなみに、結果的に計画より重量が増大したがために、喫水が低くなり、主総工部分が水面下に伸びることになったが、水面上の主総工部分はわずか1.2メートルになってしまった。 本級の建造目的であるダンケルク級への対抗という点は果たすことができず、その存在価値と性能は不十分だったという評価が下される。その理由は11インチ砲を採用してしまったことで、対艦攻撃能力が3万トンもの排水量を持つ同世代の同クラス艦に対して有効だになり得なかったことである。第一次世界大戦ではドイツの11インチ砲、 12インチ砲は英国の15インチ砲に匹敵すると皇帝自ら称していたが実際には15インチ砲に匹敵する威力というのは砲弾を軽くし創薬を多くして初速を稼ぎ近距離で命中させるという条件付きのものであり純粋な威力では11インチ砲は15インチ砲に比べ一発あたりの威力が劣っているのは言うまでもなかった発言の背景には 砲弾自体の威力が低くても距離を詰めることで不足分を補うという戦法が実戦で使用できたことや砲戦距離が第二次世界大戦に比べ短い時代であったため深刻な問題というわけではなかったことがあり本級の運用年代には適用することが困難なものだった実際この種の官報は砲戦距離が伸びるに従って砲弾の失速が激しく 敵艦の垂直走行を貫通できずに引かれる傾向にある上に、砲弾自体の重量が軽く設定しているため、落下速度を稼げないので、水平打撃力は日本製14インチ砲弾にも劣る。そのため、砲線距離が2万メートル台に伸びた第二次世界大戦時の砲線では11インチ砲は、主力艦球との砲線には能力不足なのである結局ダンケルクより5センチメートルも、 小さい光景の手法を採用せざるを得なかったところに、本級の問題点があった。なお、実践においては、ダンケルク級との交戦機会はなく、通称破壊艦としての用途が中心であった。建造時に想定した用途に使用されることが、結果的になかったというのは、本級に限った話ではないが、戦闘艦艇の設計は、汎用性を考慮に入れる必要がある。本級の場合は、 ダンケルク級への対抗を第一に設計し、しかも、それが果たせず、性能的にいびつな艦になってしまったのが、最大の問題点であった。第一次世界大戦後に、大型戦艦の建造が、国際法上で、長らく禁止されていたドイツにとって、初めての大型艦ということで、技術不足や、経験不足という問題があったため完成した、本級の評価は高くはなかったが、 本級やドイッチュランと級建造で培われた技術はビスマルク級にも一部活かされることになった。ありがとうございます。